スーツケースではなくバックパックということで、今日はね、僕が海外に持って行ってるバックパック、これなんですけどね、もうね、最近全然海外行ってないんで、ほこりまみれになってきちゃって、ね、でもね、本当すごいタフで、めっちゃ使ってるこれで、まあまあ、最近もほぼほぼ LCC なので、だいたい機内持ち込みが、まあだいたい7キロまでっていうような感じなので、こういう軽いバックパックがいいのかな。で、あとこれね、中身によってこう大きさをここグッと絞れば、グッと絞ればちっちゃくなって、ちっちゃい荷物の時は絞めといて、で荷物が多くなってくると広げたりとかできるのがすごく使い勝手いいです。はい、ですね。本当ガラガラ引いていく、スーツケースもいいんですけど、まあ機内持ち込みだとね、まあ、なんせスーツケース自体が重いから、まあ、こういう軽量なのは一番大事かな。であと海外と日本だったら本当、海外ってまだまだその僕が言ってる途上国とかは道が舗装されてないから、スーツケース引っ張るともう何車輪がもう一瞬で壊れて全然役立たずになっちゃうんで、まあそういう時はバックパックで、あとまあバイクタクシーとかも乗るんで、そういう時はもうスーツケースじゃもう乗られへんからバックパック背負って乗らんとあかんので、もうバックパックっていうのはマストかな。うん、ね、本当もうこれずっと相棒で何年使ってるのかな、これね、ノースフェイスのこれおすすめですね。はい、まあこの外の着けてるやつとか中身はまたということで、はい、海外にはバック